今週は、競馬カフェご来場いただきありがとうございます。コンシェルジュの香里です。この動画では菊花賞の予想をお届けいたします。どうぞ。本命に選んだのはステラベローチェです。エフフォーリアが優勝した皐月賞では3着、シャフリヤールが優勝した日本ダービーでも3着、そして今回菊花賞ではシャフリヤールもエフフォーリアも回避、ついに悲願の G1 タイトルを手にするチャンスがやってきたと言えそうです。また血統的にもクロノジェネシスと同じ馬5産駒なので、3歳秋からクロノジェネシスも能力を本格化させたように、ステラベローチも神戸新聞杯を完勝したように、この秋から本格化する可能性にかなり期待ができそうです。個人的にも競馬カフェがオープンした皐月賞からずっと応援している馬なので、頭狙いの本命で勝負したいと思います。相手に選んだのがオーソクレース、グラディアス、ビクティファルス、アサマのいたずら、バイスメテオール、以上の5頭に流した3連単20点と同じ組み合わせで馬単マルチ10点の合計30点で的中を狙いたいと思います。今週は富士ステークスの予想も公開しておりますので、お時間がございましたらご覧ください。2年様の競馬カフェへのご来場をお待ちしております。コンシェルジュの香里でした。